今日はヘルシーコールスロー。名前言えよ、名前言えよ。チョコママです。そう、遅れました。今日はヘルシーなコールスローサラダを作っていきたいと思います。塩もみしたキャベツを今千切りじゃなくてちょっとざく切りにしております。ざく切りで、これ唐揚げもあるよ。で、これでですね、これをね、キャベツを、まず塩もみしたキャベツをここにザクッとボウルに入れますね。そうしたらですね、まず塩コショウですね。塩コショウがミックスされているものをここにこんな感じで入れて、お箸で混ぜ混ぜします。こんな感じでね、もう塩が若干振ってあったので、あんまり胡椒は多めじゃなくてもいいかなという感じで、これぐらいかな。ちょっと塩、水気がね、出てくると思うので、ここにマヨネーズを、こんな感じで入れまして、おっと。次いきます。これ、ヨーグルト。あ、アロエ、ピーチ&ヨーグルトをここにスプーンで入れていきたいと。いや、スプーンじゃなくてね、ままでドバーッと。ドバーと。入れて全部いきたいと思います。いきます。やばいな。ちょっと豪快にいきましたね。豪快に。量多すぎやん。混ぜますよ、キャベツと一緒に。さあ、美味しいコールスローが出来上がったら、ダイエットにぴったりのメニューが出来上がります。これ手作りで作れちゃうっていうのはね、とってもいいんですよ。では味見していきましょう。早速ではここに入れて味見しますね。で、はやちゃんもどうですか？いきますよ。キャベツ食べていきたいと思います。それではいただきます。トロピカルなお味です。おいしい。あなたがいないと言って、あ、それダメダメです。うまい。食べてみる。いや、この動画が良かった人は、チャンネル登録と高評価お願いします。YouTube、Instagram もやってるんで、ぜひ見てください。じゃんけんタイム。最初は今日こま。じゃんけん。ポーン。ルパーチャー。